北緯35度40分18.4秒、統計139度45分16.2秒、北緯35.671778度統計139.754500度、35.671778、139.754500、建物外観千代田区立日比谷図書文化館は、東京都千代田区日比谷公園内にある、公共図書館。 2009年7月1日付で東京都から千代田区へ移管され2011年11月4日に開館した。かつては東京市立日比谷図書館、後には東京都立日比谷図書館として東京市、東京都の図書館活動の中心を担っていた。初代日比谷図書館。1908年。三橋志郎設計。1908年11月。 東京市立日比谷図書館として開館。当時の建物は、三橋資料設計のアールヌーボー様式で、鹿島組が、至高2万5000冊の貸出資本を所蔵していた。閲覧は有料であった。以後、東京市立図書館の中心館としての機能を果たす。1923年9月1日の、関東大震災では閲覧室等が破損したものの、倒壊を免れ、 11月1日から平常通り、開館した。1927年には、蔵書が10万冊に達している。この当時の図書館は、木造部分があり、関東大震災でも一部が破損したままであったために1934年に、建て直しは決まった。しかし、日中戦争の開始により、50トン以上の鉄筋を、用いる、施設の建設が原則禁止されたこともあり、 図書館再建のための記載も物資利用も政府によって禁じられたため改築は困難となった。そして危険な施設を放置できないとする理由で1938年2月17日に3月末での閉館が発表されたが市民からの抗議が相次ぎ、これに驚いた東京市は政府などと協議して応急修復工事だけは認められた。 改修工事は1938年10月に始められ、翌1939年3月に完了している。1943年東京都政志向により東京都立日比谷図書館となる。1945年5月25日の空襲で全焼した。当時の館長であった中田国蔵は、蔵書の疎開と民間資料の買い上げを進めていたため、 蔵書のうち約40万点はなを免れることができたが209,040冊の蔵書が消失した。戦後の日比谷図書館は1949年11月に京橋仮館舎にて閲覧を再開した。1951年3月に館長に就任した時前マロは新館の建設を進め、図書館は改築工事のために1955年2月に 港区麻布にあった養成館に一時移転した。現在の施設は1957年10月3日に落成式が行われ、翌4日から一般の利用が開始された。設計は東京都建築局によるもので、特徴的な三角形の平面は時全丸の発案とされる。当初は予算上の制約から3階建てであったが、 1961年4月に4階部分の増築が完成した。1978年1月には統計資料を集計する利用者のために電卓専用席を開設。後に全国の図書館で設けられるパソコン利用可能席の先駆けとなった。2006年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。 2009年4月の休館前時点では、利用者は地下1階から3階まで利用することができ、主な施設は地下1階に食堂、喫煙コーナー、1階に閲覧室、CD コーナー、2階に図書室、3階に閲覧室、新聞室、雑誌室等があった。2005年10月、東京都教育委員会は、都立図書館は専門職員による レファレンスサービスや区市町村立図書館に対する協力貸し出しなどを行い、個人貸し出しは行わないことを基本とするとの考え方から、個人貸し出しが中心の都立日比谷図書館を地元区に移管することとし、千代田区と協議を進める方針を公表した。2008年度をめどに千代田区に移管される予定となっていたが、千代田区立球団中等教育学校の土地、 建物の遺憾をめぐって、東京都と千代田区の折り合いがつかず、日比谷図書館に関する協議も停滞した。2008年10月14日、東京都教育委員会と千代田区教育委員会が、都立日比谷図書館の千代田区遺憾に関し、基本的な方向性について合意したと、東京都教育庁が発表した。この合意には、遺憾時期を2009年7月1日とすること等が、含まれていた。 また、今後のスケジュールについて、都立日比谷図書館は2009年3月末まで、開館4月から休館すること、千代田区は改修工事を行い2010年度中に開館する予定であることも明らかにされた。しかし、アスベスト除去工事等のために予定が遅れて、開館は2011年11月4日となった。新名称は、日比谷図書文化館で、その管理運営については、 小学館修営者プロダクションを代表者とする、日比アルネッサンスグループが、千オダクの指定管理者となっていた。図書館運営については、グループのうちの図書館流通センターが担当する。その後、平成29年4月1日から令和4年3月31日までについて、千オダルネッサンスグループが指定されている。従来の図書館機能に、博物館、学習、 交流の機能を統合した取り組みが評価され、Library of イ,イヤー Year 2013の優秀賞を受賞している。ありがとうございます。